正門塚とは、東京都千代田区大手町にある、平野マさかどの首を祀る塚である。東京都指定の旧跡となっている。かつては、森土と内部に石室いし石格と見られるものがあったので、古墳であったと考えられている。この地はかつて、武蔵区に豊島郡、柴崎村と呼ばれた。住民は長らくマさかどの怨霊に苦しめられてきたと、言う。 諸国を、湯行開国中であった湯行にそい他は正則が、特次2年、正門に、蓮阿弥陀仏の法名を送って、首塚の上に自らが記号したい旅を建立し、傍らの天台宗神日輪寺を、自衆、柴崎道場に改修したという。日輪寺は、正門の体がなまって、神田になったという神田明神の別頭として、正門信仰を伝えてきた。 その後江戸時代になって、日銀寺は浅草に移転させられるが、今なお、神田明神と共に首塚を合示している。自習における、量サイ度の恒例である。付近一帯は、江戸時代には、姫路藩画学と堺家の上屋敷の敷地となり、山本周五郎の歴史小説、もみの木は残ったで知られる、仙台藩、原田宗介による人情沙汰が発生している。 関東大震災による被災後、周辺跡地に大倉省下理事長者が建てられることとなり、石室など首塚の大規模な発掘調査が行われた。昭和2年に、正門鎮魂碑が建立され、神田明神の宮寺が採取となって、盛大な正門鎮魂祭が執り行われる。この正門鎮魂碑には、日輪寺にある田浜佐の李商人の直筆の石板から、 南無阿弥陀仏が拓本された。数十年にわたり、地元のボランティア団体が上剤をもとに、周辺の清掃、整備を行っているが、その資金の預金先として、隣接する三菱 UFJ 銀行に、平野正門名義で講座が開かれていた。2016年から2020年にかけて、隣接地で、大手町再開発事業大手町湾の建築が行われた。 この工事終了に合わせて2020年、正さかど没後1081年にあたって1961年の第一次整備工事以来、数えて第六次目の改修工事を実施することになった。関係各所の総意として、敷地内の安全性と管理性の向上を目指すと、共に、これからの時代にふさわしい、新しい正さかど塚として、皆様に愛されることを目指し実施する。 工事期間は2020年11月から2021年4月末。築土神社や神田神社同様に、古くから江戸の地における霊地として、尊数とイフトが入り混じった数計を受け続けてきた。この地に対して不敬な行為に及べば、たたりがあるという伝承ができた。1923年の関東大震災後に、都市再開発として、大倉省の仮庁舎を建てようとした際、 工事関係者や小職員、さらには、時の大倉大臣、早速性難事の相次ぐ不審死が起こったことで、まさかどのたたりが省内で噂されることとなり、省内の動揺を抑えるため、仮庁舎を取り壊して、鎮魂費を立てた。また、昭和3年3月には、大倉省が主催して、鎮魂祭を行っている。しかし、早速が大倉大臣になったのは、 仮庁舎建設の3年後の1926年であり、仮庁舎建設には関わってはいない。死亡したのも仮庁舎建設直後ではなく、3年後の大正15年であり、工事部長だった矢橋健吉が死亡したのは4年後の1927年である。また、大倉省庁舎が落雷による火災で消失したのは、17年後の1940年のことであり、 この人内では20カ所で落雷していて、航空局に落雷して発生した火災が延焼したものであった。また、第二次世界大戦後に、戦災復興都市計画として、GHQ が丸の内、大手町周辺の区画整理にとって、障害となる、この地を撤去、造成しようとしたとき、不審な事故が相次いだため、計画を取りやめた。 アメリカ軍のブルドーザーが作業中に横転し、運転手が投げ出されて死亡。それまでも事故があり日本人の労務者に怪我人が出ていたので、付近を調査したところ、転覆したブルドーザーの前に半分埋まっている墓のようなものが見つかり大騒ぎとなった。当時町内会長であった遠藤正造により、正門の首塚の石踏みであることが判明し、GHQ 当局に陳情を重ねた結果、 塚の取り壊しが中止された。それらの結果、大手町周辺が高層ビル街へと発展する過程においても、首塚は取り壊しや移転を免れて残ることとなり、現在でも毎日、工芸の絶えないほどの数形ぶりを示しており、近隣の企業が参加した、史跡正門かど塚保存会が設立され、維持管理を行っている。お笑い芸人の爆笑問題、大田光は、ブレーク前、 この首塚にドロップキックをしたことがあり、そのせいで、しばらくの間全く仕事が来なかったという噂がある。首塚の境内には、多数の買津の置物が奉納されている。ま門の首が京都から飛んで帰ったことから、必ず、帰るに引っ掛け、左遷にあった、会社員が、元の会社に無事に戻って来られるように、あるいは誘拐されたり、行方不明になった子供が、 無事帰って来られるように、といった願いをかけて備えられたものである。若王子事件以来、目立つようになった。東京メトロ、都営地下鉄を追って町駅 C6R で入り口からすぐ。ありがとうございます。